エノキサパリンナトリウムは工業公薬である。妊娠中や特定の外科手術後、深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症の治療や予防に用いられる。また急性肝症候群や心臓発作の患者にも用いられる。投与法は皮下注射、または静脈注射である。その他の用途には腎臓透析器に含まれている。一般的な副作用は出血、 発熱、足のむくみなどが挙げられる。特に脊椎戦子による重度の出血があり得る。妊娠中の使用による胎児への影響は安全とされる。エノキサパリンは低分子量ヘパリンに属する医薬品である。エノキサパリンが最初に製造されたのは1981年であり、1993年に医薬品として承認された。 世界保健機関必須医薬品モデルリストに掲載されており、医療制度に必要とされる最も効果的で安全な医薬品である。エノキサパリンはいくつかの商標名で販売されており、後発医薬品として入手可能である。開発途上国ので、卸値は1日分あたり約1.9ドル10.8ドル米ドルである。 米国での2016年の卸値は1日分にあたり約14.13ドルドルである。エノキサパリンはヘパリンから作られている。ありがとうございます。